はい、どうも、組んでみたレビューです。って言っても、これ、まあ、現行で買えないキットなのであれですけど、エクスペディションですね。組みました。このスナップタイトシリーズは、多分、あ、でもバイパー一回組んだことあるな。一応あれもスナップタイトシリーズだったはずなんですが、かっこよくできませんでした。難しいですね、こういうキットって。色は今回キトンブルーパールです。白の上からのキトンブルーパールですね。全体的にボディがね、すごいボッコボコだったんですよ。で、まあちゃんとパテ持ってやってやればよかったんでしょうけど、まあね、いつもの通りそんな時間をかけてやってられないっていうね、現状があるので、もう半ばタイムアタックみたいな感じでやったんですが、タイムアタックってこともないか、ここら辺がね、もうずっとパーティングラインだったんですけど、ここはね、もうどうしてもガッタガタになっちゃって、ちょっと残っちゃってますけど、で、まあ一応、最近ね、ラインチゼルを導入しましてって話しましたっけ？で、そのラインチゼルでね、彫り直してね、やってみたりしたんですけど、まあまだそのラインチゼルもね、使いこなせてないので、その使う練習にはなったかなって気はします。箱の写真見た時から、なんか前後の車高のバランスおかしいなっていうことは思ってたんですよ。なんかリアがちょっと低いような感じはしてたんですが、それプラスね、まあ、仕方がないことっちゃ仕方がないことなんでしょうけど、タイヤのね、つく位置がね、若干前寄りな感じになりましたね。はじめ、車高を調整しようかなと思ったんですよ。もうスラムドさせちゃって、もう地面にくっつくような、要はミニトラの乗りでもう、着地させるぐらいまで下げようかなってことも思ったんですけど、こう、車足とか見てて、どうしようかな。あ、ちなみに車足今回は完全一体成形なので、もう艶消し黒で塗っただけです。まあ、とりあえずもう今回はもうこのまんまっていうことにしました。エンブレムがね、なるべくね、色を乗せないようにっていう風にしてて、最後にシルバー乗せて、それでよしにしようかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと文字潰れちゃいましたね。まあ、基本的にデカールじゃなくてシールだったので、エンブレム関係のものはなかったんですよね。で、削ぎ落としちゃって、で、こう、もうエンブレムなしの状態にしようかなとも思ったりもしたんですけど、いや、せっかくモールドあるからなと思ったので、残してやってみたんですが、それがなんか逆に裏目になっちゃったような気がしないでもないです。で、バンパーなんですけど、ここね、実車の方は多分ここ、フォグランプが入ったりとか、あとはそのフォグランプがつかない場合はカバーがつくみたいなんですけど、まあここはメッキのままにしようかっていうことで、なんか実車の画像を見てたら、どうやらこれ1997年式ぐらいの年式みたいなんですよね。で、それで見てみたんですけど、ちょっと、なんかメッキカバーっぽいのついてるのもいたので、まあとりあえず今回はメッキでっていうことで。で、このゲート跡のところはですね、ミラーフィニッシュを貼って、まあちょっと綺麗に成形できてなかったのであれなんですけど、ゲート跡はミラーフィニッシュを貼って、まあ隠してっていう感じにしてます。で、このメッキパーツ、バンパー一体でね、キット標準だと、こういう感じでメッキ、全部メッキなんですけど、ここも、マスキングして、このメッキの部分をマスキングして、ガイアの、マルチプライマー。これですね。まあ、戦車の、組んでみようのところでね、紹介したと思うんですけども、これを塗って、まあ、エアブラシでですけど、エアブラシで塗って、その上からサフ拭いてセミグロスブラックっていう感じにしました。これ、本当におすすめなので、皆さん、カーモデルだと使わないんじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、エッチングパーツとかにもこれ使えるので、ぜひ皆さん買ってください。よいしょ。あ、ちなみにこれね、ちょっとお高いんですけど、700円ですけど、700円でも十分価値はあると思います。よいしょ。まあ、いい経験にはなりました。スナップタイトシリーズね。まあ、バイパーの方は、まあ、フルディティールとまではいかなか、ん？フルディティールだったよな。エンジン再現とか、足回りの再現とかもあったんですけど、またちょっとね、違う感じで、これはもう部品点数も少なくて、もうサクサク、もう組むだけだったら多分ね、10分15分あれば組めるんじゃないかなっていうキット内容だったんですけど、それをね、まあ、自分の下手くそなりにね、ちょっと整形してやってみました。あ、そうだ。ちょっとね、悲しかった出来事。自分ね、まあ、
塗り分けも下手くそです。塗装も下手くそです。組み立てもこうやって下手くそです。それは十分承知しております。いちいちですね、下手くそだなとか、ダメダメだなとかっていうのをね、書かれるとね、まあ自分今から言ってるように、豆腐メンタルなので、それは十分分かってますので、いちいちそういうコメントしていただかないでいいです。やっぱりその動画のコメントの方、今ちょっとコメント返しの方はね、全然できてないんですけど、なんでかっていうとパソコンが変わってからですね、今まで使ってたヘッドセットが、使えなくなっちゃったりとか、あとそういうね、ちょっと悲しくなるようなコメントをね、わざわざ過去の動画の方に入れてこられる方とかがいらっしゃったりとか、もうそういうことがね、もうずっと続いてたりとかして、もうちょっとコメント返しっていう気持ちにはなれないんですよね。一応コメントの方は見させてもらってます。で、これはちょっとすぐ返した方がいいかなっていうものに関してはコメントの方で入れさせてもらうような感じにさせてもらってますけど、いちいちね、下手くそだなとか、まあ結局自己満足のところもあると思うんですよ、プラモデルってどうしても。で、そこでね、まあツイッターの方でね、自分の下手くそなやつでもまあ、これはみたいな感じで入れていただく方にはドヤーの顔を持ち返してますけど、その中でもね、なんかね、もういいよ別に言わなくてもっていう方もやっぱいらっしゃいますので、まあその言いたくなる気持ちはわかりますよ。書きたくなる気持ちもわかるんですけど、画面通してますけど、人対人ということを皆さん忘れないでください。その辺はご理解いただければなと思います。ましてや自分はね、豆腐メンタルなので、その辺はね、ご理解いただいて、上でコメントの方書いていただければなと思います。あ、そうそうそう。で、今回の組んでみたレビューからなんですけど、皆さんからね、よいしょ。ターンテーブルっていうコメントいただいてて、ついに導入しました、ターンテーブル。ちょっと動きがあまりよろしくないですが、ターンテーブル導入しましたので、今回の組んでみたレビューからね、このターンテーブルの上に乗せて、くるくるさせて、でもね、一周がね、そんなにね、早くないんかな。まあちょっとやってみたいと思いますので、ついに導入しましたので、今後ともよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。